はい、どうも皆さん、こんにちは。 MSS プロジェクトでございます。はい、今回もマインクラフトやっていきましょう。私が FB37 です。そしてマイクラ界のとんでもなく無駄な男、キックマックスです。マットです。エレです。さあ、というわけでですね、今回はですね、ちょっと統合版の、はい、マインクラフト統合版で、非常に面白いアドオンがあったので、そちらの方をちょっと皆様にご紹介しながら、はい、僕らもプレイしていこうと思います。なんだここ、白い、これ精神と時の部屋みたいまあ確かに白いね。ではちょっとこっちに来てください。あ、フライアップって、ここでクリエイティブモードみたいになります。おお。そしてで上に上がると、こういう白黒の、そう、めっちゃ広いイラストが、まあ、あるわけですね。で、例えばこの、可愛らしいユニコーンのイラスト、うん、でもやっぱ白黒だと可哀想だよね。というわけで、上を向くとこういう風にパレットが出てきます。おお。あ、人のパレットパクれるで、選んだ色を、ああ、右クリックすると、お、落ちてた。おー、こういう風に色を塗れるんですよ。へ、ね、つまり、このアドオンは塗り絵のアドオンになっております。マイクラ内に塗り絵ができるという。すごいね。すごない結構これすごすぎるよな結構すごい、これすごいよね。すごすぎる。今回は塗り絵会ってこと？そういうこと。まあやっぱりね、このアドオン、まあしょ、あのね、ぶっちゃけね、このアドオンに関してはすごいから紹介したかっただけなんだけどすごすぎるだろう。そう、これ多分ね、みんな感動したと、その感動をね、あ、皆さんにね、お届けしたかっただけなんですけど、感動をもう一度、まあ、僕らもちょっとね、でも、うん、僕らも大人ですから、とてもすごい多分塗り上げできるんですよ。あ、キャーって言ってる。そうなんですよ。多分ね、連打して重くなりすぎると、なんかね、途中で色塗るのが止まっちゃう。本当だ。へー、マックスリミットだ。そう、多分そういう感じになってるんだろうけども、それを意図してるか、重くなりすぎないためかは分かんないけど、そうなるんですけども、それをわざと利用することで、ちょっとこのこうね、完全に塗らなくても、おお、塗らないようにすることもできるんで、そういうところを駆使してちょっと大人の力を見せつけようっていう。なるほど。やっぱ我々が本気になればね、かなりあのすごい塗り絵ができると思う。完成する。はい。これはね、各自じゃあイラストを選んで、まあ塗り絵をしていきましょう。なんかよくわかんない。なんだこのこの、っていうか絵が全部割と独特だな、なんか。まあカートゥーンチックなイラスト。そうだね。はい。まあ多分海外で作られたアドオンなの。カップケーキのなんか。バケモンとかでしょ。バケモンにしようかな。カップケーキのバケモン。距離がわかんない。おー、濡らさった。やべえ、ちょっと、これ面白いっていうか、地味に塗り絵いいな。塗り絵ってやっぱ、人間好きなようにできてる。エオエオ一時期だって塗り絵っぽいことやつ。ああ、なんか生放送とかやつさ。あれ面白かったよ。へえ。お前何童心に帰ってんだよ。なあ。面白いよ。おいつ。やってんな、お前。ああ、満喫かよ。満喫かよはおかしい。ちょっと待って。こいつ、なんだこれ、わかんねえな。ん？おい、おい、邪魔すんなよ。自分のやってろ。めっちゃ切れてんじゃん。でも、ちょっと見た目良くない？良くなったね。感動してるんだけど。良くなったわ。どう、俺のセンス。ありだね。
邪魔すんなよ。ありだね。ありだった。ありだった。ありだったんだ。わ、行かなかった。あ、行った。これを昔よく、ああ、プラモデルとか自分で着色したときにあまりのカラーセンスに驚きを隠せなかったことが何回もある。何回ぐらい？3回ぐらい。少な。これ人生に影響を及ぼすカラーセンスだ。マジ？お前も目覚めたか？人生に影響を及ぼすカラーセンス。ああ。目覚めるって辛いよな。そうだね。辛いか。真の才能がこの年まで眠っていたってことだね。そうなんだよ。うん。眠りを邪魔した罪はでかいよ。何？もうちょっと明るい赤が欲しいな。明るい赤が欲しい。これ明るいやつ？ああ、まだ明るいか。まだ明るいか。まだ明るい。やる。やるようになった。まだ明るい。まだ明るいか。よし、塩で塗りつぶす。さあ、皆さん。塗り絵の方できましたか？はい。はい。では、早速できた作品を額縁に飾って発表していきましょう。ほう。この額縁に貼ることができます。え。じゃあまずは俺から。ほら。こいつなんだ。気色悪い。ゾンビペンギン。これはね、タイトルは、うわぁ、毒入りケーキを食べちゃった！だね。めちゃくちゃテンション高い。ああ、それでも喜んでるから。顔がもう割と青ざめてる。じゃあ俺の見てくれ。オッケー。おお。割とちゃんとしたな。これはあのドラゴンボールから生まれてきた宇宙。確かに。何心中だあれ。1,2,3,4,5,6,7,8 個あるやん。もう8個あるやんけ。見たことないやつだ。パー心中やんけ、これあったら。ドラゴンボールから生まれる世界。ドラゴンボールから生まれちゃった。手に持って。そう。あ、これだ。かわいい、お前。でもこれさ、下のやつがゴミ箱みたいなんだよね。確かに。ゴミ箱。お前がこのカラーにしたからゴミ箱っぽくなったんじゃないの？ゴミ箱。お、なんだこれ。なんだ。広がったぞ。あ、ほんとだ。え？ミュージアムが。だから、頑張ったからミュージアムが広がったんだ。もう一個絵も。そういう要素があるんだ。え、飾ればいいってこと？多分、いろんな絵描いて飾れば。ミュージアムが広がってくるんじゃない？そういうのもあるのか。このアロマの絵、なかなかいい。確かにデザインセンスある。あえて、ここは白で行ったのが良かった気がする。俺のもう一個見てくれ。あ、わかった。やられてんなー、これ。これやられてんねー。あ、広がった。広がった。さらに広がった。どんどん広がる。ソバードだわ。お前ら一本持ってたんだよ。というわけで、こんな感じでミュージアムも大きくなっていろんな絵を飾ってみました。すごいわ、この。ちょっと楽しいな。そうだね。童心に帰ってたもん。いや、これは子供はめっちゃ喜ぶと思うけどな。泣いて喜ぶんじゃない？泣いて喜ぶまで行っちゃった。ああ。泣きわめくね。
いやいやいや、なんかマイナスな感じになってる。というわけで基本的にはこういう塗り絵がね楽しめちゃう、アドオンになってる。なんか完成度が高いというか。すごいよねこれ、純粋になんか純粋にすごい火の打ち所がない気がする。おお、うん、思わず大人も童心に帰っちゃうような純粋役だもんね。ああ、まあやっぱ大人の純粋役の部分は見え隠れしてるとはいえ、これとかだってね、そこら辺の2歳の子供が描いてって言われても別に不思議はないぐらいの童心力は。童心力、ああいいよ、強いよ童心力。このクマはひどいな。ゾンビグマでしょ完全に。セブンデイズに出てきそう。病んでるね。これはいいね、なかなかレベル高いね、これはこれで。というわけで今回はこちら、マインクラフト統合版で、塗り絵ができるカラーリングアーティストというアドオンで遊んでみました。素晴らしい、なかなか、ね、これは、お子様に、ぴったりなアドオンではないでしょうか。そうだね。というわけで今回はこんな感じで、全世界のみんな、バーイ。バイバイ。塗り絵は大人も楽しい。